物質として知られているビルディングコストインフォメーションサービスは英国の建設業界向けにコストと価格の情報を提供している媒体。これは英国王立チャータードサベイヤーズ協会で発行。物質は1961年に設立され専門家に基本の原価情報を提供し基礎的な要素の活用と原価計画を促進を目的としている。物質の 原価分析の標準形式は2000年代後半まで業界の主流であり、ほとんど変化してなかった。2012年に建設プロセス全体にわたるコスト管理のための新測定基準ニス付加の最新版が付随した。物質のアプローチは現在英国で積算子が採用している最も一般的な原価計算方法である。 ロイヤルインスティチューションオブチャータードサーベイヤーズブシスオーバービューボリックス2017年5月17日閲覧ウ・ソング・ウッドジェラルド・ギニゲカンチャナジョンサウィーエーテクニカルレビューオブビムベースドコストエスティメティングインユークオンキティサーベイングプラクティススタンダーズアンドツールズジャーナルオブインフォメーションテクノロジーインコンストラクション19 534-562http コロンスラッシュスラッシュ www.itcon.org スラッシュペーパースラッシュ2014スラッシュ 31r ザボリックスニュールールズオブメジャメントビルディング2017年5月17日閲覧スートスミハイルローデビット J エレメンタルコストエスティメーティングカレント UK プラクティスプロシージャー ジャーナルオブファイナンシャルマネジメントオブプロパーティーコンストラクション16、147、162、ドイ、10.1108、一計3664兆3811億1153123。ありがとうございます。